というわけで斎藤浩平さんの人身性の資本論、大変大変,大変面白く読みました。斎藤浩平さん、この方ですけども、えー、史上最年少ですね、ドイツチャー記念賞を受賞されて、世界的に今注目されている方なんですけども、えー、この、ダーギー洪水の前にというね、まあ、その著書があるんですけれども、えー、これはですね、あのいろいろな、 まあ論点があるんですけど僕が特に心に残ったことというのは例えばの経済のの外部性の問題ですね、まあ、これはもう以前からずっと議論されてることなんですけどいかにその経済が例えば北の国が南の国に外部性を押し付けてるかとかあるいはそのそうですね、えー、とお金をたくさん儲けてる人がいかに労働者に外部性を押し付けてるかこの外部性っていうのは、えーとまあ、地球環境問題が一番大きな外部性なんですけども。 経済システムの中で利益をを追求するととと、いいいううううことをやっていくとどうしてくどしもそういう外部性、つまりだからわかりやすく言うと例えばですねどんどんの生産してるんだけどそのゴミとかをどんどんあの環境に捨て続けてるとかそれ外部性ということがあの必然としてあってでそれがそのおそらく資本主義の経済成長だけを追い求めるシステムの中からは、えー、自,分的自分の中ではそのシステム的に解決できないっていうそ,その。 まあ洞察でそれがですね例えばあのなるほどなと思ったんですけどある土地で農作物を作ってそれが都会の住民によって消費されるっていうこれ自体が実はある種の外部性であるとまあ言われてみればそうなんですよねつまりあるローカルなところであのえとご飯を食べてそれを例えば糞尿としてまたえとサイクルしてそこでその栄養素が回ってくるんですけどえとそれが要するに移動するわけですよねある土地から こちらにでそのこちらで食べてその糞尿っていうのはやっぱり下水道を通って流れてってしまうんでその農作物の方に戻ってこないとで要するにだから外部性的にその経済システムをエコロジカルに見ないと分かんないんですけどもまあそこら辺の話がですね非常にあのエイリアに描かれてますで僕はなんこの本どれが面白かったかというと見てくださいこの僕はあの繊引いたりはしないんですけどこんなに折ったとこがあるってことはこれだけあの面白かったんですよ。 あとね、そうだな、うんと、本当いろいろあるんですけど、あの、資本主義における、えー、価値の作られ方っての、また確かにと思って。つまり、もともと、ただ水とか空気とのは公共財じゃないですか。で、水は大いたアクセスができるものだったんだけども、それたらミネラルウォーターって形でボトルにすると。そこに希少性が生まれて、価値が生まれますよね。もともと資本主義って、その、イギリスでエンクロージャーって言って、その、なんていうかな、農民たちがいたところ、あの、囲い込んで。 でそこからあぶれた人たちがあの都市に出て労働者になったわけなんだけどあの例えばそう分かりやすい絵でいうと美術院なんかもそうなんじゃないですかね。美術院ってねよくなんかあの最近もある社長さんの部屋行ったら自分のお子さんが描いた絵が飾ってあってああやっぱりこの方にとってはその絵って大事な価値があるんだよなって別になんか例えばあの自分で描けばいいわけじゃないあるいは周りの人が描けばいいわけじゃない。だけどそれを一部のアーティストが えとまあ、もちろんだからそのアーティストがすごい才能を持ってるっていう議論もできるんだけど一方でその絵を描くということを普通の人から、えー、と奪ってっていうかなそのお前は描けないんだって思わせてで一部のアーティストがそれをまあなんていうかなうん。 独占するみたいな形でその希少性が生み出されて付加価値が作って構造もあるわけじゃないですかこれは斎藤さんのとこに書いてあるわけじゃなくて僕がちょっとインスパイアされて考えたことなんですけどだからダ・ヴィンチはダ・ヴィンチの絵はダ・ヴィンチしか描けないよって思い込ませることであそうかダ・ヴィンチ価値があるんだと思って何十億って上がるんだけどダヴィンチままでで上手くなくくなてもも絵は描くことできるかもしれませんよねだ本当は絵は公共財だったかもしれないんだけど、えー、と希少財になることで価値が上がるというそういうメカニズムがいろんなところで例えば学びもそうかもしれないですよね。 例えばだから学校に行かないと学べないんだよとか言ってなんかハーバードなんか年間500600万取るわけじゃないですか。でその学位というのも気象財でそこに行かないと学位っていうのはられないんだよって言って実際には学びってはどこでもできるかもしれないのけ,けどそ気象財にすることでそれに500600万という価値がついてしかもその500600万でその学位を買,う買わせていただくっていうのにものすごくなんかみんなコンペティションが起こるというような結局だからそのなんかもともとありふれてるものがか誰にでもアクセスできるようなものが。 えーとその希少化されて価値がつくっていうメカニズムも通してあの価値が生み出されていくっていうあのそういう側面はもう確かにあるなとだからその古代ゲルマンドイツのですねおそらく斎、えー、藤さんあのドイツに行ってたのかなそうですねベルリンフンモート大学の哲学科で博士号を取られてるんで、えー、とそのゲルマン古,古代ド,ドイツの、えー、と共同体の話っていうのはとても面白くてね。 だからそ,そこで例えばだからあれなんですって工作地をいろいろばらつきあるじゃないですかいい工作地とそうじゃないところがそれをだから順番にこうやってくじ引きみたいな形でみんながまんべんなくやれるような共同体があったって言うんですけどそれは確かに面白いなと。でマルクスなんですよこのマルクスの話がとっても面白くてですねおそらくこれが斎藤さんの学者としての一番根幹に関わるところなんですけどただマルクスっていうと我々資本論でも資本論っていうのは実はマルクスの探求の一、まあ、前半で。 そのビットケンシュタインで言えば論理性学論考にあたるもので後期ビットケンシュタインにあたるものっていうのが実はマルクスはほとんど研究されてないっていうんですねで今そこを含めた全集が出され始めてるって言うんですけどその後期マルクスはもっと,えとエコロジカルというかそのえと生態学的な視点があってそしてえ文化相対的だから結局前期マルクスはどっちかというとヨーロッパ中心主義っていうかなヨーロッパの,そのえと成長とかそういうことをえー の先に、まあ、彼の考える理想社会があるみたいな感じでその成長と経済成長ということをすごく重視してたんだけどいやそうじゃないだろうとっていうことで世界各地の状況とかですねいろいろ生態学的な知見を後期のマルクスは研究してたんだけどそのエンゲルスがあのマルクスの話をまとめるときにどうもそこら辺は隠蔽しちゃったらしいんですよ。でただ走行という形では残ってるんでその辺りを含めて全勝を作ってそこら辺のマルクスが後期にかん要するに後期マルクスの可能性の中心っていうんですかね そうそこら辺をあの考えることがとてもとても大事なんだとここら辺がおそらく斉藤さんがこれからあの学問的にやろうとされている一番キーのところだと思うんですよね。まあいずれにせよですねそのえっ、ー、と今地球環境がここまであの悪くなってしまってで結局これはその資本主義の外部性の表れですよね。え要するにだからもう無限に CO2 なんか排出しても大丈夫だとか無限に資源なんてあの 要するに化石燃料なんか取っても大丈夫だとかいう前提で資本主義が動くんだけどそれによって外部性を押し付けられた環境側が今悲鳴を上げているわけでそういう状況の中でですねこの新しい経済理論っていうか我々がここから前に進むための知的なアプローチのヒントがものすごくたくさんここに入っているんですよ。おそららくだかか藤藤ささんんんがが掴んでいいるるこことととうか斉藤さんが注目しているあたりのところにあの おそらく今の社会のさまざまな課題を解決するためのとても重要なヒントがあるなと感じたんですね。で、えー、と僕が面白いと思ったのは今申し上げた例えば外部性の問題だとかそれからコモンズの話だとかそれからその後期、えー、マルクスの話だとかそこら辺なんですけどあの他にもおそらくその人それぞれにおいて。 えー、こ,こから持って帰るる、えー、宿題がたくさんあるんあじちなみにこの人身性っていうのはつまりあの地,地質学的な年代で人が現れた以降ってのは明らかにその気候変動とか変わってきてるんでその人が地球環境に支配的な影響を与えている、えー、そういう地質学的な年代っていうのかな地球史的な年代を人身性と呼んでそこで我々が地、えー まあこれだけ重要な重大な影響を地球環境に与えてるしそれから外部性っていうのは我々一人,に一人にも降りかかってきてきるわけですよねあのそれこそまあ例えばダニエル・ブレイクみたいな映画の映画描かれてるつまりシステム側がそれをあるものを効率化しようということで一人一人の労働者に、えー、まあ堅牢地が描いたみたいにあの外部性が降りかかってきて我々一人一人の内なる自然がまあ ダメージを受けてるってとこもあると思うんででそういう問題も含めてあのいろいろな思考のヒントになる、えー、本だと思います、えー、終了写真書、えー、定価千二十円プラス税これはですね本当にあのこれだけ私負ってますからね私これだけ負ってますからね、はい、はい、大変あの面白い本でした斉藤さん大変面白い本ありがとうございました